海上自衛隊装備するイージス艦について、今回は、スポットを当てて、詳しく見ていきますね。北朝鮮弾道ミサイル発射による迎撃は、近年難しくなってきています。日本の軍事力強化は、ロシアのウクライナ侵攻によって、防衛力強化が必須となっています。日本人も、自分のことのように考えている、人の方が多いようです。急がねば。2022年3月現在、海上自衛隊は、8隻のイージス艦を保有、運用しており、2020年6月に、調達が予定されていた、陸上配備型の弾道ミサイル迎撃システム、イージス・アショアの導入を断念したため、日本のミサイル防衛を、今も一手に担っている。イージス・アショアの導入断念は、多くの方の記憶に、新しい出来事だと思われるが、その理由が、ブースター部分の落下位置の安全性が担保されないとの、初歩的な理由であったことからも、これに対する衝撃は、大きかった。そもそも、日本が、イージス・アショアの導入を進めようとしていた理由は、8隻のイージス艦の用途を、弾道ミサイル防衛のみに特化させることは、得策ではなく、乗組員の確保にも苦慮している、海上自衛隊の負荷を軽減する意図があった。そんな意図を持った、イージス・アショアの導入断念を受けて、その代替案は、イージスシステムを搭載した、ミサイル防衛用の兵装運用に特化した、新たな艦艇の建造という、方向に落ち着いたが、前途は多難に見える。まず、乗組員の確保が、現状ですら、厳しいことを受けて、艦艇ではなく、陸上に、弾道ミサイル防衛システムを構築、配備しようと、前提が損なわれていることはもちろん、この撃システムの主対象としてきた、北朝鮮のミサイルそのものが変質してきている。これまでは、北朝鮮のミサイルといえば、弓なりの弾道を描いて飛ぶ、弾道弾形式であったが、近年は、従来よりも、高速度で落下してくる、ロフテッド軌道のものや、落下時にも、軌道変更が可能な極超音速滑空体まで登場してきているからだ。これら極超音速滑空体まで進化を続けている北朝鮮のミサイルは従来の日本のミサイル防衛の手法で歯い、撃は甚だ困難だとされており、中国やロシアはすでにこの分野の兵器の実戦配備を開始している状態にある。こうした兵器技術の進展から日本のミサイル防衛も新たな局面に直面しているが、ようやく昨年2021年3月に8隻体制が構築できた海上自衛隊のイージス艦群には本来の艦隊防空任務も課せられており、その用途での必要性もこれまで以上に高まっている。これはヘリコプター搭載型の護衛艦である出雲や加賀に航空母艦化改修を施している部分も大きいと思われ、最低限の固艦防空用の兵装しか搭載していないこれらの艦艇を中心とする艦隊には、イージス艦の高い防空能力が欠かせない。現在の海上自衛隊におけるイージス艦の配備状況は、1993年に就役を開始した金剛型が4隻、2007年に就役を開始した愛宕型が2隻、そして2020年に就役を開始した最新鋭のマヤ型が2隻の全8隻という内訳となっている。海上自衛隊のイージス艦たる金剛型、愛宕型、マヤ型は、いずれもアメリカ海軍のイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに建造された艦艇であり、同海軍以外の組織で世界で初めて導入されたイージス艦でもある。イージス艦とはアメリカ海軍が開発した AWS イージスウェポンシステム MK7 を搭載した艦艇の総称であり、近代戦において水上戦闘艦の最大の脅威となる航空攻撃から時間を含む艦隊を防衛するために同時の複数の敵目標を排除することが可能な艦艇である。
イージスとは、ギリシャ神話に登場する無敵の盾にあやかって命名された呼称であり、艦艇に搭載された艦対空ミサイル等の兵装を、強力なレーダーセンサ類と連携させて、高い防空能力を実現させたものだということができる。AWS、イージスウェポンシステム MK7 は、多機能レーダーセンサ類と指揮決定、武器管制、射撃管制の各システム等と、各種の兵装を連動させ、128機にも及ぶ敵目標の同時探知が可能で、それらのうちで、公共井戸の目標を自動で判別し迎撃を行える。イージスシステムの開発に、アメリカ海軍が着手したのは1960年代後半からだが、これが開発された背景には、旧ソ連軍からのアメリカ海軍の主力戦力たる大型航空母艦への対艦ミサイルでの攻撃を遺憾にして防ぐかという命題が横たわっていたことによる。当時、アメリカと旧ソ連とは、冷戦真っ最中の時代であったが、アメリカ海軍の大型航空母艦戦力に、正面から、対抗可能な同様の戦力を有し得なかった旧ソ連は、その代わりに、多数の対艦ミサイルで、それらを無効化しようと試みた。これに対して、アメリカ海軍が、多層的な艦隊防空網を実現するべく開発したものが、AWS、イージスウェポンシステム MK7、であり、旧ソ連からの対艦ミサイルの同時多数攻撃、いわゆる飽和攻撃から、大型の航空母艦を守る必要性から生み出されたと言える。1970年に旧ソ連が実施した軍事演習においては、実に90秒間に100発もの対艦ミサイルで集中攻撃を行う動きが確認され、この攻撃を防ぐ鉄壁の盾として完成されたものが AWS、イージスウェポンシステム MK7 であり、まさに冷戦時代の産物である。AWS、イージスウェポンシステム MK7 の根幹を成していたのは、現ロッキード・マーティン社製の多機能レーダー、AN-SPY-1 であり、これは、イージス艦の外観上の特徴でもある、艦胸部に取り付けられた八角形をしたフェーズのアレイレーダーだ。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3からは、レイセオン社の AN-SPY-6 レーダーが搭載される予定となっており、こちらは、これまでの AN-SPY-1 レーダーに比して、倍以上の距離で、より小さな目標も探知可能と言われている。アメリカ海軍では、この AN-SPY-6 レーダーを搭載する、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦フライト3の建造を2019年より開始しており、現在は、同艦は14隻が建造される見込みだが、ここまでカウントすると、その総数は全89隻にも及ぶ。このアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の建造数は、無論、太平洋戦争後にアメリカ海軍が建造した水上戦闘艦の中では、最も多い数であり、新機軸を盛り込みすぎて、高額な上に、兵装も、不安定な、わずか3隻の建造で終了した、ズムボルト級を抑え、今も、主力艦艇の座を守っている。さて、海上自衛隊のイージス艦、マヤカタだが、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦フライト3とは異なり、同艦が搭載しているのは、AN-SPY-1 レーダーで、混合型や旗子型、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦フライト 2A までと同じ系統のものである。混合型、アタゴ型、マヤ型の3種類のイージス艦は、弾道ミサイルの撃用兵装として、リム161スタンダードミサイル3。いわゆる SM3 の運用が可能だが、収益時点よりこれに対応していたのは、最新のマヤ型が最初であった。これは、前述したように、混合型が1993年、アタゴ型が2007年に収益を迎えた当時としては、未だ、
北朝鮮の弾道ミサイルの脅威が顕在化していなかったことが大きく、これへの対処を日本が決定したのは2003年からである。マヤ型は、さらに最新型である、弾道弾迎撃用のミサイルである、リム174スタンダード ERAM、いわゆる SM6 にも対応しているが、兵装としての同ミサイルの調達は、今後の対応とされており、今後の北朝鮮の動き次第では見直される可能性もあるかもしれない。現在、アメリカは、中国に対して、F-22 戦闘機と F-35A 戦闘機での日中中間線を越え、中国本土へ、最大級の圧力をかけているとの情報をキャッチしました。今回は、この中国本土へ、最接近の状況を詳しく見ていきます。ペロシ訪台で、米中の対立は、より激化しています。中国はいつの間にか台湾と尖閣は同時に侵攻する方針をかな。2022年6月に月初から中旬にかけて山口県の岩国市にあるアメリカ海兵隊の岩国基地にはアラスカ州やハワイ州からアメリカ空軍のステルス戦闘機が総数で30機ほど飛来しており、その意図に注目が集まっていた。この内訳は、いわゆる第5世代戦闘機と形容されるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターが12機と F-35 ライトニング 2A 型が18機であり、これほどの数の同機らが日本に集結したことは非常に稀有な出来事だと言えた。こうした動きをアメリカが見せた背景には、前月の5月に、中国海軍の1隻目の航空母艦にして、訓練用の艦艇とされる、遼寧が、沖縄の南側の海上で搭載する固定翼、機、回転翼、機らの多数の発着海演習を繰り返したことがまず浮かぶ。また、同月の下旬にかけては、中国空軍とロシア空軍の戦略爆撃機が、日本海方面から太平洋方面に及ぶ合同飛行を敢行しており、世界の多数の国がロシア・ウクライナ戦争でロシアと距離を置く中、中国は協力関係を明確にしていた。中国やロシアにとっては、ロシア・ウクライナ戦争を含めてアメリカをはじめとする西側諸国の価値観のみが世界を動かしているわけではないと示したいのだろうが、つくづく、これらの国々の危うさを再認識させられる。ことに、ロシア・ウクライナ戦争の渦中にあり、アジアにまで、軍事力による影響力を行使することは、事実上厳しいロシアはともかく、中国は、台湾への軍事的圧力を弱めることはなく、日本の南西諸島に対する動きも同様である。それでも、従来のアメリカは、中国をいたずらに刺激することは、国策として得策ではないと判断している嫌いがあり、中国の著しい軍事力の増強もあって、近年は、あまり直接的な、軍事的な牽制行動については控えている感じも伺えていた。しかし、
6月24日からアメリカは、沖縄の嘉手納基地所属の F-15 イーグル、岩国、基地に常時配備中の F-A-18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型、そして、臨時に飛来中の同 A 型と F-22 ラプターを動員した訓練を実施した。これらのアメリカ空軍、海兵隊の戦闘機は、2機で、1組の編隊をなし、最大で、同時に、8個ほどの編隊を、韓国の南側から、日本の尖閣諸島の北側に向けた、日中の中間線に沿って飛行させ、そのうちの1割ほどは、中間線を中国側にまたいだとされる。アメリカ軍は、こうした行動に、KC-130J 空中給油機を随伴させており、主として尖閣諸島の手前の空域にて飛行する戦闘機に空中給油を行い、航続距離を確保したとされ、大型の原子力航空母艦等を投入せずとも、軍事行動が可能だと見せつけた。アメリカ軍の戦闘機体のこうした動きに対して、中国側は、対岸の福建省等の基地から、J20 戦闘機等をスクランブル発進させて警戒に当たったといい、こうした行動について日本政府はアメリカからの事前の通告を得ていたという。ただし日本側からはこうした中に戦闘機の派遣は行われておらず、この状況を監視する意味で、そう、機警戒機等の複数の航空機がアメリカ軍並びに中国軍のそれぞれの戦闘機の動きをつぶさに観察することに努めたとされる。政治的には、近々に、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平主席は、2者会談を行う予定であると見られており、今回のアメリカ軍が見せた動きで、中国の軍事力を牽制することが可能であると、事前に知らしめる意味合いもあったのだろう。ロシア・ウクライナ戦争に見るように、ロシアの横暴をアメリカは許容できないことと同じく、台湾においても、中国軍の軍事的な行動をアメリカは許容できないと示す、必要性に駆られたゆえの行動が、今回の戦闘機派遣の理由だと考えられる。アメリカ海兵隊の岩国基地では、7月7日に、同基地に常時配備中の F-A-18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型に加え、臨時に飛来していた F-35 ライトニング 2A 型と F-22 ラプター等による、ガス機発進準備訓練を行っていた。第二次世界大戦時に、爆撃機体の存在をアピールする目的で開催されたのが、起源とされるのが多数機発進準備訓練であり、これは多数の機体が滑走路に集う様を動物の像になぞらえてエレファントウォークと一般的には名ばれている。今回アメリカ海兵隊と空軍は各種の戦闘機を用いてこの多数機発進準備訓練、つまりエレファントウォークを実施したことを画像で公開したが、第5世代戦闘機の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2の A、B 両型が集ったのはかなり稀有なことだ。そうした状況からも、今回の岩国基地への F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の飛来は極めて異例な出来事であり、台湾有事や日本の防衛体制にとっても強力な後ろ盾となるアメリカ軍の新たな可能性を示唆したものと受け取れる。ロシア・ウクライナ戦争は、近年、稀に見る大国同士の直接的な軍事衝突という点で、様々な戦訓を示しつつあるが、戦闘機で見た場合には、相互の空軍機が、ほとんどのケースで、いわゆる第4世代機しか投入できていないため、決め手を欠いている。一時期は、ロシアが、自身の優位を示そうと、第5世代戦闘機たる SU-57 を投入したと、喧伝した時期もあったが、同機は、実戦配備されている、機体数そのものが少なく、そもそも、ウクライナの、健在な地対空ミサイルを恐れてか、
長距離爆撃に使用されただけのようだ。そのため、第5世代戦闘機が空中戦を行うなどの事態は正規しておらず、また、今後も、その可能性は、著しく低いと予想され、これらが行い得る制空戦闘が、いかなるなるものになるのかは、全く不明な状態のままであると言える。こうした中で、今回、アメリカが F-22 ラプターと F-35 ライトニング2らを日中の中間線付近に飛行させたという意味は、中国軍の戦闘機や対空兵装に対して、自軍の航空戦力が優位にあることを内外に対して知らしめたものだと感じられる。アメリカ側は、今回臨時で岩国基地に派遣していた、F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型について、7月21日に、最後の2機も、訓練の終了に伴い帰還させたと、日本側に伝えており、これら総数30機は、日本を後にしたことが、明らかとなった。これら F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の岩国、基地への臨時的な派遣については、7月に入り、事前に、土日の飛行は原則的に行わないと説明されていた状況が発覚にされたとして、一部の反対派からこれを糾弾する声が上がっている。こうした声を受けて、岩国市側は7月9日と17日に指摘の通り戦闘機の飛行があったことを認めたが、それは訓練を目的としたものではなく、派遣元の基地に帰還するための飛行であったと、認識を示し、事態の沈静化を図っている。岩国基地が所在する岩国市では、一部の反対派からの糾弾にさらされ、こうした釈明を強いられているわけだが、そもそも、アメリカ軍の日本の国内での活動に対して、席を負うべきは国であり、一地方行政機関が判断可能な問題ではないと感じる。すでに、中国の年々増強される軍事力に対し、日本一国のみで対峙することが困難となっている状況下にあって、抑止力としての在日アメリカ軍の行動にまで異論を挟むのならば、これに代わる案の提示を行ってほしいものである。ペロシ下院議長が台湾を訪問する予定で、アメリカ軍空母ロナルド・レーガンのフィリピン海に展開との情報をキャッチしました。今回は、このペロシ下院議長、台湾訪問と空母打撃群の台湾周辺展開を詳しく見ていきますね。やはり、韓国の態度は塩対応です。アメリカのペロシ下院議長が2022年8月2日にかねてより予想された通りに台湾への訪問を実施したが、これを政治的に認められない中国は台湾を取り囲む形で6カ所もの空海域における軍事演習を8月4日から開始した。すでに中国の軍事演習の開始時点の8月4日にはペロシ下院議長は台湾を後にしており、中国側のインターネット上等では、自国の軍事演習実施のタイミング等が、まだまだ手ぬるいとする、強硬派の意見が、
多数散見される事態となっている。もともと、ペロシ下院議長が台湾入りを強行するのならば登場して、台湾に向かう際の航空機を撃墜すべきというような意見すらも出されていた背景があり、日本が思う以上に台湾に対する中国の姿勢は激化していることを伺わせた。ただし、民主党所属のペロシ下院議長としても、2022年の中間選挙に向けて、対中国政策で妥協しないことを、自国の有権者にアピールする政治的な意味合いが大きく、そうした観点からは、米中の舌戦に始終した感は否めないように映る。アメリカは、今回のペロシ下院議長の訪台に伴い、一応、不測の事態も考慮して、一部の海軍艦艇を周辺海域に待機させており、中国側が、軍事的な恫喝に及ぶならば、それに対抗できるだけの戦力を投入できると示そうとした。ここで待機させれたのは、ミニッツ級航空母艦9番艦のロナルド・レーガン、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦8番艦、アンティータム、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦26番艦、ヒギンズ等でフィリピン海に展開した。また、これらとは別に、アメリカ海軍は沖縄の周辺海域に、アメリカ級強襲揚陸艦2番艦、トリポリ、佐世保に、同1番艦のアメリカも待機させており、これらは F-35 ライトニング 2B 型を艦載することで軽空母的な運用も想定される。こうしたペロシ下院議長の訪台に伴う待機以外でも、アメリカ海軍は、6月末から、ハワイの周辺の空海域での多国間軍事演習、リムパック2022も実施中であり、こちらには、ミニッツ級航空母5番艦、エイブラハム・リンカーン等を参加させている。ちなみに、このリムパック2022には、日本の海上自衛隊からは出雲、片護衛艦1番艦の出雲や高波型護衛艦の1番艦高波が派遣されており、陸上自衛隊からも部隊参加が行われるなど、海上に止まらない合同軍事演習となっている。今年のこのリムパック2022は、最終日が8月4日で行われたが、もし仮にペロシ下院議長の訪台が本当にアメリカと中国との間の一触即発的な緊張関係に置かれたとするならば、途中で中断するなどの措置が取られただろう。そうした点にまで至りっていない時点で、今回のペロシ下院議長の訪台が、即米中の軍事的な衝突にまで発展する可能性は、限りなく低く、起こり得たとすればあくまでもぐ、不発的な要素によるもので、計画されたものではなかったと思える。今回、中国側は8月4日から7日までの日程で、台湾周辺の空海域6カ所において、軍事演習を敢行すると発表しているが、これまでの軍事演習よりも一部で、台湾の領海にまで、その範囲を設定するなど、明らかに圧力を強めている。台湾側でも、こうした中国側の演習実施区域には、危機感を募らせ、それは、事実上、中国軍が、台湾に対する、海上封鎖を行い得ることを内外に示すものだと、警鐘を鳴らしており、過去最大の挑発行使であることを訴えている。こうした中国軍の、今回の軍事演習における動きは、くしくもアメリカ自体が提唱した AD、接近阻止、領域拒否戦略をまさに辞ていくものであり、アメリカと中国の軍事力が、これまでとは、確実に違う域に達していることを伺わせた。これは、1995年から1996年にかけて発生した、いわゆる第三次、台湾海峡危機と呼ばれたアメリカと中国との軍事的な緊張が生じた時とは全く異なる事態であり、かつて航空母艦ミニッツ、インディペンデンスの2隻で威圧された中国はもうない。
この時は、ミニッツ、インディペンデンスの2つのアメリカ海軍の空母打撃群の台湾周辺への進出を前にして、中国は、これらを抑止可能な戦力を保持しておらず、ミサイルを用いた台湾への恫喝を取りやめざるを得なかった。この第三次、台湾海峡危機で、アメリカ海軍から与えられた屈辱を晴らすべく、ちょうど経済的にも大躍進を遂げていた中国は、軍事力の強化に邁進し、ロシアから駆逐艦、攻撃型潜水艦、戦闘機を調達、航空母艦の取得も進めた。これらの軍の装備の強化に加え、中国軍は、中距離ミサイルのディフェンダー -17 やそれに搭載可能な極超音速滑空体 HGV のディフェンダー ZF を開発しており、かつてのようなアメリカの空母打撃群に容易に接近を許す体制を覆しつつある。A2AD 接近阻止領域拒否戦略は、その名称が示す通り、A2接近阻止では、主として陸上からのミサイルや航空機による攻撃。AD 領域拒否では、主として海軍艦艇からの対艦ミサイル攻撃が行われるものと想定されている。これらによって、アメリカ海軍の空母打撃群が台湾海峡に侵入してくることを防ぎ、おおむねに西太平洋方面まで中国軍がそれらの圧力を排除することが期とされており、アメリカの軍事力を台湾防衛に用いられないようにすることを志向している。アメリカ海軍は、大型の原子力航空母艦を、ミニッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を、1隻の合計11隻も保有しており、未だ、3隻目の、福建を、今年2022年に進水させたばかりの中国海軍よりも、はるかに高い攻撃力を有している。しかし、アメリカが全世界にこれらの空母打撃群を派遣することで影響力を維持しているのと対照的に、中国は現状では東シナ海や南シナ海での限定的な AD 接近阻止領域拒否戦略をまず確立することを狙っている。その意味においては、中国の AD 接近阻止領域拒否戦略は、これまでのところ、順調に推移しているとも言うことができるわけで、かつてのようなアメリカ海軍の影響力を、少なくとも、台湾海峡からは、引き下げることに成功しつつある。こうした状況下で、アメリカは、新型の大陸間弾道弾、ICBM である、ミニットマン3の発射試験を見合わせることを表明しており、すでに、これは、一度、2022年3月に予定されていたものが延期されており、2度目となる動きだ。1度目の発射試験をアメリカが延期した理由は、その前月である2022年2月に、ロシアがウクライナ侵攻を開始したことを鑑み、いたずらにロシアを刺激するのは良くないと判断したものだったが、中国に対しても同様の対応を行った形だ。このアメリカの見せた譲歩が、今後、どのように中国に作用するのかが注目点だと思えるが、少なくとも、ロシアは、ロシア・ウクライナ戦争をエスカレートさせない方向には向かっておらず、その効果のほどは、何とも言い難い。むしろ、個人的には、中国側が、こうしたアメリカの譲歩姿勢を政治的に利用する可能性の方が高いようにも感じられ、中国の台湾併合に向けた習近平体制の権力基盤をさらに助長させる方向に向かわせないかが非常に気がかりだ。艦枠場中国の海軍力の強化は、第一次世界大戦時のドイツのように、世界最大の海軍国、イギリスへの対抗上強化はしたものの、直接対決を挑むには危険が大きすぎ、異質を恐れた現存艦隊主義となったことに、習うよう期待したい。
中国空母福建が進水後、日本とアメリカのリアルシミュレーションを行ってみました。今回は、米中空母対決を詳しく見ていきますね。まだまだ、中国は、遠くアメリカには及ばないですし、艦載機に難のある現段階、ロシアよりも脅威となるのは、間違いないです。台湾はやらん。2022年8月4日以降、中国軍は台湾を取り囲む6カ所の空海域での軍事演習を実施、もともと7日に終了が予定されていたこの軍事演習を中国側は急遽延長すると発表、8日以降も期日未定で継続されることとなっている。中国側がなぜ急遽の軍事演習の継続を言い出したのかは、現時点ではその理由は定かではないが、台湾統一に向けた軍事的な力の行使の可能性をより強固に示すことで、自国の政治的な目標の達成を企図しているように思える。今回の軍事演習に際して、中国海軍は保有する遼寧及び山東の2隻の航空母艦も投入したと伝えられているが、ちょうど2ヶ月前の6月には、上海で3隻目となる福建を進水させたことも記憶に新しい。福建はこれまでの遼寧、遼寧、山東が艦首にスキージャンプを備える発艦方式を採用していたのと異なり、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦と同様に初めてカタパルトを装備する艦艇として大々的に喧伝された。福建は進水式にあたっては、3機装備するとされているカタパルト部分には、覆いがかけられており、今後の工事で実装が行われると考えられるが、カタパルトは、初の取り組みにもかかわらず、電磁式を採用するとされている。電磁式カタパルトを実装した航空母艦は、世界でも、アメリカ海軍の最新鋭の、ジェラルド・ R ・フォード、1隻のみしか存在しておらず、しかも、同艦は2017年の就役以後も完全な運用状態には至らず、今年2022年末をその予定としている。ジェラルド・ R ・フォード以前のニミッツ級の10隻は、すべてが蒸気式のカタパルトを装備しており、この運用に熟知したアメリカ海軍であっても、新機軸となった電磁式の安定運用には、時間を要してしまっているのが実情である。電磁気式カタパルトは従来までの蒸気式と異なり、艦載機の機体や重量に合わせたフレキシブルな射出力の調整が可能となるため、発艦効率が格段に向上すると言われているが、これに伴い使用する電力も膨大である。そのため、アメリカ海軍の航空母艦のように、すべてが原子力推進を採用している艦艇であれば、そこで使用される電磁式のカタパルトへの電力供給も十分可能だが、通常動力型の機関部の場合には、その確保が困難との指摘もある。さて、福建のスペックだが、推定で、基準排水量 71,875トン、満載排水量8万トン、全長320メートル、全幅 75.5 メートルの通常動力型であり、艦載機数が約60機、エレベータは2機、電磁式カタパルト3機と考えられている。ちなみに、アメリカ海軍のミニッツ級が、基準排水量 74,086 トン、満載排水量10万トン、全長317メートル、全幅 89.4 メートルの原子力推進型であり、艦載機数が約70機、エレベータは3機、蒸気式カタパルト4機という仕様になっている。単純な数値上のスペックだけから見れば、福建はアメリカ海軍のミニッツ級と比べても、大きな遜色はない規模感と艦載機数を誇り、それらと伍する世界でも有数の航空母艦であることは間違いないと言えるだろう。現在、アメリカ以外で、
原子力航空母艦を保有するのはフランスのみであり、その貴重なフランス海軍のシャルル・ド・ゴールも大隊艦の建造が決定しているが、ここまでの復権等の規模にまで達する可能性は低いと思われる。2022年に進水式を迎えたばかりの復権は、少なくとも完成までにはあと2から3年は必要だと見られているが、艦隊だけでなくカタパルトに対応した艦載機の準備も同時並行にて進められている段階であり、続報に留意すべきだ。中国は、復権以後のカタパルトを搭載した航空母艦用に、海外輸出用のステルス機である FC-31 の艦載機型を開発中とされており、同機のテスト中とされる画像等も、インターネット上では、たびたび報告されている状態にある。FC-31 の艦載機型の開発が、復権の収益時までに間に合わない場合には、現行の J-15T 型を、主力戦闘機として運用する可能性も高いが、同機は、基本設計的には新しいとはいい、固く、ロシアの SU-33 のデッドコピーとの見方も多い。また、これまでのスキージャンプ式の3トンまででは運用が不可能だった、そう、機械海艦制機を、復権では搭載可能となるため、その役割を果たす KJ-600 も開発中であり、艦隊の防空能力を一気に引き上げる可能性がある。中国海軍では、復権を収益させた場合には、3隻の航空母艦体制を実現することとなり、実稼働、訓練、メンテナンスの3つのローテ、章を敷いて運用することが想定されているが、これで終了ということを意味していない。現在のところ、中国海軍は、2035年までに、あと3隻の航空母艦を新規に建造し、全体で6隻の航空母艦による空母打撃群の編成を基としていると伝えられているが、3トンはともかく、遼寧は、その頃には実用的ではない気もする。復権以後の中国海軍の航空母艦は、ついにアメリカ海軍並みに原子力推進型となるとも予想されてきたが、復権の進水時には、中国のメディアで、原子力推進型のデメリットを指摘する記事が掲載されるなど、意外な動きも感じられる。そもそも、中国は、航空母艦に搭載する原子炉の開発について、十分な技術を有していないとの見方も多く、そうした技術的な問題から、原子力推進を搭載できない場合の予防線を張っている可能性もあり、今後どう推移するのか不透明である。ただし前述したように、電磁式のカタパルトの運用には、膨大な電力が必要とされるため、通常動力型の航空母艦の場合は、これを稼働させるには、機関の出力の大半を充当させる必要が生じ、艦体そのものの速力に不足が発生するとも言われている。現在の水上戦闘艦としては、最大規模の大きさを誇る航空母艦ではあるが、それでも全長は300メートル強に過ぎず、艦艇自体が30ノット以上の速力を発揮できなければ、艦載機の発艦に十分な揚力を与えることは困難と見られている。そのため、中国海軍の復権の場合、艦艇自体の速力と電磁式のカタパルトの運用の両方を同時に行えるのかを疑問視する声もあり、これが実際に収益して、計画通りの艦載機の運用を行えるのか否かも、現時点では判明していない。ただし、ミニッツ級10隻と、ジェラルド・ R ・フォード級1隻の合計11隻もの航空母艦と、それを中核とする空母打撃群を保有するアメリカ海軍であっても、実際にこれらを投入した戦いは限られており、汎用的な戦力とは言い難い側面も多い。アメリカ海軍が航空母艦を投入したのは、
近年では、中東地域の戦いが挙げられるが、いずれも、敵側は、艦艇を攻撃する手段をほぼ持たない相手に対してだけであり、ある程度の射程距離の対艦ミサイルを持つ敵には使用していない。これは、航空母艦という巨大な艦艇は、対艦ミサイルからすれば、絶好の標的となり得ることを、アメリカ海軍自体が自覚しているからに他ならず、複数数のイージス巡洋艦や駆逐艦に護衛させれていても、その危険性は変わらないと見ている少佐だろう。その意味ではまた中国海軍も、その存在自体が派手であり、相手を威圧する格好の艦艇として、航空母艦を保有したいと志向しているのだと思われ、アメリカがほぼ独占する、その領域に進出すること自体が目的だと考えられる。航空自衛隊 F2 次期戦闘機開発で最終段階へ日英政府での合意がなされ、日米ではなく日地米での共同開発との情報をキャッチしました。今回はこの日英での次期戦闘機開発を詳しく見ていきますね。機体形状がだんだんと似てきているようないないような。日本はテンペストの形状ではなく、そのまま、日本独自の機体形状がいいと考えています。日本の方がかっこいい。ちょうど翌日で、日本が太平洋戦争の敗戦から77年を迎えようとしていていた2022年8月14日、日本の大手マスメディアの一社である読売新聞社は、航空自衛隊の進める次期戦闘機開発計画についての記事を掲載した。航空自衛隊が進める次期戦闘機とは、現在同体で運用中である F2 戦闘機の2035年からの退役をめどに、これを代替する機体として、日本側が主導しての開発する方針のもと、海外の企業からの技術支援を仰ぐ形式だとされてきた。ここで想定された海外の企業とは、今現在の航空自衛隊の最新鋭の戦闘機 RF-35 ライトニング2を有するアメリカの軍需企業、ロッキード・マーチン社であり、この技術支援を受けて三菱重工業者が主管すると見られていた。これは、戦後の日本が置かれたアメリカとの政治的、軍事的な関係性の深さを鑑みれば、自明の流れであり、次期戦闘機開発が具体的に言及された2020年末時点では、ロッキード・マーチン社がその座につくことは確実視されていたと言えよう。しかし、それ以降は、特に2022年に入ってから後、次期戦闘機の要たる機関部についても、日本の IHI 社と、イギリスのロールス・ロイス社とが協力を行う方向が急浮上し、これまでのアメリカとのタッグに疑義が呈されるようになった。さらに次期戦闘機に搭載するレーダーセンサ類についても、イタリアの同分野の大手軍需企業、レオナルド社のイギリス法人と日本の三菱電機社が共同開発を行うこととなり、一気に海外からの技術支援はイギリスへと傾いた。もともと、イギリスでも、新型戦闘機開発を、
テンペスト計画として進めており、ここでは BAE システムズ社が全体を統括し、前述のロールス・ロイス社やレオナルド UK 社がそれぞれの分野を担うことで開発体制を構築している。イギリス側から日本もこのテンペスト計画に合流することを希求する動きが報じられ始めた頃には、そうは言っても日本とアメリカの結びつきは強固であり、ロッキード・マーチン社が技術支援先から外れるとは考えず、ライトの見方が大勢を占めた。しかし、一説によれば、ロッキード・マーチン社は、日本の次期戦闘機開発は、あくまで F-35 ライトニング2等と同じく、いわゆる第5世代機の範疇に止まるとの見方から、自社が積極的に関与することへのメリットが薄いと判断したとも伝えられる。アメリカでも、空軍では、NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスと呼ばれる新型戦闘機の開発が推進されているが、こちらは、そもそも2040年代以降の実戦配備を目指しておりに、日本やイギリスよりも遅い。それに比して、日本の次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画とは、2035年をめどに、機体の実戦配備を行うという時期の面での一致を見ており、また、使用上の性能にも重複する点が多いことから、両国にメリットが生じたと思える。イギリスは、かつてヨーロッパでの統一された戦闘機を目指して開発されたユーロファイタータイフーンを保有しており、この代替をテンペスト計画で図る計画で、ここには、イタリアやスウェーデンもすでに参画している。ただし、イタリアはともかく、スウェーデンは、サーブ社のグリペンなど、伝統的に、自国内で戦闘機を製造してきた経緯があり、テンペスト計画で完成した戦闘機を、そのまま自国に導入するのか否かは、不透明とされている。そのため、イギリスとしては、現時点で、自国とイタリアしか、テンペスト計画で完成した、戦闘機を導入する国がないことも想定して、少しでも、製造機体数を増加させて、一機あたりにかかるコストを低減したいとの思惑があったのだろう。日本からしてみれば、結果的にこれまで戦後一貫して、大半の兵器をアメリカに依存する体制であり、政治的にも、それを推進する形であったが、今回キーとなるロッキード・マーチン社が難色を示したことで風向きが変わったと言える。ただし、日本の次期戦闘機開発にアメリカやロッキード・マーチン社が全く関与しないということは考えづらく、アメリカ軍機との連携に必要な部分や兵器システムについては、今後もこれまで通りの対処が見込まれると考えられる。かくして、日本の次世代戦闘機は、技術支援先を、アメリカのロッキード・マーチン社から、イギリスの BAE システムズ社に、軸足を移して進められていく方向と見られるが、機体を一にする展開は、これまでとは大きく変わるだろう。日本の次世代戦闘機とイギリスのテンペスト計画で生産される機体が共通化すれば、日本の次世代戦闘機単体では、90機前後とされた製造数が大きく増加し、1兆円以上とも言われる初期開発費用の低減に大きく寄与することは間違いない。また、こうした費用面での利点のみならず、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援下では、想定しづらかった分野、つまりは、機体の海外への輸出という可能性が、これまで以上に、現実味を帯びてくると見る向きも多い。これまで、海外への兵器の輸出は、2014年まで定められていた、武器輸出三原則の制約もあり、兵器製造のコストを低減させ、生産時の効率も向上することは、間違いないと見さされつつも、日本がこれを実現することは困難だった。こうした武器輸出三原則のような縛りが、無垢とも日本のように、戦後は、実戦の経験もなく、したがって、
それに裏打ちされた兵器というものも皆無だった国から、それを購入しようという、奇特な国が現れる可能性は、ほとんどなかった。そのため、今回、イギリスと次期戦闘機の開発で共同することになったことを捉えて、日本の兵器輸出に、大きなプラスになると、期待する一部の声も高まっている状況だが、これが楽観視して良いことかと問われれば、以前ハードルは高いだろう。イギリスは、テンペスト計画で完成した機体を、ヨーロッパを中心に、拡販を行い、日本は、同様に、これを、アジア市場を中心に行うとの地域分担まで、視野に入れてはいるようだが、アジアには、予算のある国は、そもそも少ない。したがって、日本の次期戦闘機が、今の路線で完成し、海外輸出を本格化しようと動いたとしても、それを購入しようと、触手を動かす国は、甚だ少ないとしか思えないというのが、非常に個人的な感覚、感想ではある。前述の武器輸出三原則は、今は、防衛装備移転三原則に改められており、以前に比べれば、兵器輸出のハードルは、政治的には下げられたとはいえ、後者においても、これが実際に承認され実施された実績は、ほんのわずかしかない。何しろ、今、現在ロシア軍の侵攻を受けて、国家存亡の危機に見舞われていると言っても過言ではない、ウクライナに対しても、直接的な兵器ではないボディアマ、等の装備しか遅れていないことが、現実として横たわっている。こうしたウクライナへの支援に関しても、兵器輸出はできなった上、ボディアーマー等の装備品を送ることに対しても、国内の一部からは、必要な反対意見も、噴出していたことを考えれば、戦闘機の輸出は、絵に描いた街にも思える。アジアの周辺国で、戦闘機を必要としている国の筆頭には、あえて国と呼んでいるが、台湾があると思えるのだが、これまでの中国に対する日本の対応等を勘案するに、とても、台湾への兵器輸出など実現しそうもない。その他のアジア諸国を見渡しても進んで、日本から戦闘機を購入したいと考える国は、ほとんど見当たらないように見えるが、ここは、イギリスに、てか、捨ての宗主国としての政治力で、後押しを期待するということなのだろうか。ここは、イギリスに、てか、捨ての宗主国としての政治力で、後押しを期待するということなのだろうか。ここは、イギリスに、てか、捨ての宗主国としての政治力で、後押しを期待するということなのだろうか。日本とイギリスでの F2 後継機共同開発が進む中、テンペストとの部品の共有化で、コスト抑制との情報をキャッチしました。今回は、この、2、知恵での共同開発で見えてくる F2 後継機と、XF9 エンジンを詳しく見ていきますね。新進の機体でテスト量産なんてできそうに感じているのは私だけでしょうか。しかし目指すは第6世代ステルス戦闘機でしょう。日本は F2、イギリスはユーロファイタータイフーンという現行の戦闘機を代替する機体の開発を推進しているが、両国は前者が次期戦闘機、後者がテンペストと呼んでいた計画を統合する方向を鮮明にしている。
一昨年ほど前までは、個別の計画とも言えたこれらの日本とイギリスの戦闘機開発だったが、2035年を目途とする開発時期や、同じ島国として機体に求める航続距離や兵装等の使用の要件が合致したことも大きかったのだろう。こうした使用に加えて、今後の戦闘機には、必須の機体そのものの高度なステルス性能や、複数の無人航空機を完成し、用途に応じた運用が可能な点などを盛り込んでの開発が、具体的に進められていくとみられている。日本とイギリスとは、今年2022年の末までに、最終的な戦闘機の共同開発に向けた合意を行う方針だとみられており、新型戦闘機の機体の共通化を通して、開発コストの抑制と技術の相互利用を促進していくと言えそうだ。ことに、日本においては、次期戦闘機の関連費用に関して、2022年8月末を、目途に、来年度2023年度の予算の概算要求に組み入れる予定であり、予算上からも、具体的な指針に向けて、動きが加速しする時期に差し掛かっている。大枠の体制については、日本は三菱重工業社、イギリスは、BAE システムズ社が、開発主管を担い、機関部には IHI 社とロールスロイス社、レーダー戦車等には三菱電機社やレオナルド UK 社等が参画する方向である。こうした中では、日本の IHI 社は、現行の F-15 戦闘機に搭載されている機関部に推力で匹敵する試作機をすでに開発済みであり、初の機関部の純国産化かとも噂されたが、どうやら、その線は、残念ながら、実現せずに進むようだ。ロールス・ロイス社の機関部は、推力やステルス性能に加えて、今後の戦闘機の機関部として欠かせない要素である、大電力の供給と、機関部自体の冷却効果に優れていることが判明しており、その旨を借りるということなのだろう。そのように、日本の次期戦闘計画とイギリスの、テンペスト計画とは、結果、一つの機体を共同で開発し、細かな部分で自国の要望する独自仕様を施すという形を取ることが、最近の報道の流れからは見て取れる。少し前であるならば、日本とイギリスとが、この新型戦闘機の分野で、こうした共同プロジェクトを推進する日が来ようとは、なかなか思い描くことは困難だったようにも思うが、無論、太平洋戦争後の初めての試みである。日本で F2 戦闘機の代替機の問題が浮上した際には、F2 戦闘機自体がアメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとして開発されたように、今回もまたアメリカの企業からの技術支援を仰ぐ形が想定されていた。具体的には、いわゆる第5世代戦闘機である F-22 ラプターや、今や、西側諸国の、その分野を一手に担う F-35 ライトニング2を擁する、ロッキード・マーチン社が、技術支援の要と考えられ、実際に、その方向で推移していた現実がある。これは、2020年の末の時点では、既定の路線であり、開発後の仕様変更等を鑑みて、日本主導での開発を掲げながら、三菱重工業社が主管を行うことが決定されつつも、ロッキード・マーチン社の技術支援抜きには進まない感はあった。これが、1年後の2021年12月になると、次期戦闘機開発において、機関部では、イギリスのロールス・ロイス社と日本の IHI 社が、共同開発に向けた研究に着手することが報じられ、初めて、具体的に、イギリスとの関係が浮上してきた。それでも、なお、この時点では、トータルな技術支援という、観点については、アメリカのロッキード・マーチン社の参画が本命だと考えられており、あくまで、機関部という一要素について、イギリスが加わるとの見方が、大半を占めていた。ちなみに、この時点では、
翌年の2022年度予算の中に、次期戦闘機開発の費用である858億円を計上することが報じられており、いよいよ、具体的に F2 戦闘を代替する機体の開発が予算上からも動き出したと明らかとなった時期でもあった。そして、翌年の2022年2月、日本の次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画の機体で使用されるレーダー類について、両国政府が共同開発を行う方針であることを表明、先の機関部に続き、イギリスの存在が色濃くなる。ここで、イギリス側の企業として名が上がったのが、イタリアの最大手の軍需企業である、レオナルド社の傘下企業で、かつ、イギリスの現地法人である、レオナルド UK 社であり、レーダセンサ類の分野で、数々の世界的な実績を持つ。ここにおいて、レオナルド UK 社は、テンペスト計画に向けて開発中であった最新のレーダーである、ジャガーシステムを開発中であり、日本からは、同開発に、三菱電機社が加わり、より密接な両国の協調関係が打ち出された。レオナルド UK が開発中のジャガーシステムは、敵目標をあらゆる領域内で迅速に把握することに加えて、さらに敵側の同様の索敵、行動を妨害して無効化を図る電子戦機能を包括しており、世界的に見ても先進的な仕組みである。こうした流れを経て、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト計画とは、徐々に、機関部、レーダー類と関係する分野を拡張しながら接近し、ついには、機体を共通化するという、共同開発にまで行き着いたものだと言えよう。もともと、イギリスの、テンペスト計画には、イタリアとスウェーデンが参画しており、さらにこれに加わる国を増加させ生産する、機体数を増加させることで、一機あたりの開発コストを低減させたいとの思惑は強かった。そのため、イギリス側からは、かなり、以前から、日本も、テンペスト計画に合流するようにと促すアプローチがなされていたが、小島とは、そうした声が聞こえ始めた当初は、それが現実のものとなるとは正直予想していなかった。戦闘機に限らず、太平洋戦争後の日本の自衛隊の装備の大多数には、その大半が、アメリカ由来の規格、システムが採用されており、また、政治的にも、日本の唯一の同盟国たるアメリカとのつながりは、強固なものと思えたからだ。しかし、今回の日本の次期戦闘機開発に際しては、アメリカのロッキード・マーチン社は、かつて、自社の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2を合わせたような折衷案を日本に却下された後、積極的ではなくなったとも言われる。そうした中で、ロッキード・マーチン社は、自国のアメリカにおいては、次は、2040年代に、新型戦闘機の配備を控えているとめされているが、これは、すでに、有人戦闘機の枠を超えた、新たな分野の戦闘機になる可能性も示唆されている。それと比較した場合においては、ロッキード・マーチン社にとって、日本の次世代戦闘機開発は、今現在の第5世代戦闘機の枠内から出ておらず、その開発を支援することに対する、ビジネス上のメリットは乏しいと判断されたとも言われる。アメリカ空軍の新型戦闘機である NGAD は、すでに初飛行を終えたとの報告がなされたことはあるが、概要については未だ伏せられており、いかなるものとなっているのかは不明で、現時点での比較は、甚だ困難である。したがって、ロッキード・マーチン社が、どこに主眼を置いて、日本の次世代戦闘機計画に乗り気でなかったのかはわからないが、日本が太平洋戦争後初の試みに乗り出そうとしていることだけは間違いなさそうだ。
中国空母艦載機用戦闘機 J35 が登場したとの情報をキャッチしました。今回は、この J35 ステルス戦闘機を詳しく見ていきますね。双発エンジンで空母艦載機ともなれば、それなりの性能を期待しますが、FC31 戦闘機のテスト段階ではエンジンの低速での運動性能に問題が勃発していました。黒煙を上げるなら、ステルス戦闘機としては大問題です。やはりポンコツでしたね。中国で、同国の航空宇宙事業を手掛けている中国信用引き工業集団が開発中とされている戦闘機が FC31 であり、同国では、すでに実戦配備が行われている J20 に続き、2機目の国産第5世代世代戦闘機と考えられている。中国信用引き工業集団は、遼寧省の信用に、本拠地を構える中国航空工業企業公司の傘下にある企業であり、FC31 自体は、2012年頃からテスト中と、おぼしき画像が、インターネット上に出回り、開発中であることが知られるようになった。これらの流出したテスト画像の中で、そこに収められた機体の機首部には、数字の31001がペイントされていたことから、同機を J31 だと呼称する呼び方が広まったが、これは、あくまでも、推測に基づく仮の呼称である。というのも、J の頭文字で始まる形式名が付与されるのは、正式に中国軍の戦闘機として採用された機体のみであり、FC31 は中国信用引き工業集団が独自に手掛けているもので、正式採用を受けたわけではないためだ。その後2014年11月に、広東省珠海市の珠海金湾空港で開催された中国国際航空宇宙博覧会において、同機は一般に公開され、そこで FC31 という故障と海外輸出に向けた戦闘機であることが中国信用引き工業集団より公表された。そもそも中国信用引き工業集団は現在の J20 の元となった生徒、引き工業講師が設計を行った大型キタル第5世代戦闘機のコンペに敗退し、そのコンペに投入した技術をもとにして、中型のステルス機開発を自己資金で進めていたものだ。それは、そのままの大型機の場合、中国軍から正式採用を得ることは困難と見たことと、中型のステルス戦闘機であれば、今後、海外でも一定のニーズが見込まれ、輸出用の戦闘機としてビジネスになると計算したものと考えられる。当初 FC31 は同じく双発の機関部を採用している第5世代戦闘機の先駆けであるアメリカはロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターに主翼、尾翼や全体のフォルムなどが酷似していると評されていた機体である。しかし2014年の中国国際航空宇宙博覧会で正式に対外的に公開された FC31 はどちらかといえば、ロッキード・マーチン社製の単発の戦闘機、F-35 ライトニング2に似た形状へと、特に尾翼部分は、改められていた。こうした動きと前後して、2013年の9月には、中国海軍の調停局が、FC-31 は、純然とした輸出用のステルス戦闘機であると語り、中国海軍が、これらを、航空母艦の艦載機に採用する可能性は薄いとの見解も示していた。ただし、2020年7月には、中国共産党の機関紙である人民日報の傘下の環球時報が、FC31 をベースとした新たな艦上戦闘機が開発中で、2021年中の初飛行の可能性に言及する記事を掲載。再び FC31 の中国軍での採用を匂わせた。
そして、翌2021年6月には、湖北省の武漢に設けられている陸上の実験施設にて、FC-31 に酷似した機体の実寸大のモックアップが確認され、いよいよカタパルトに対応した艦載機として、同機が製造されるとの見方が強まった。これが、2022年になると、7月に、最新の FC-31 と、おぼしき機体の画像が、インターネット上で確認される事態となり、2014年の時と同じく、今年11月に、開催予定の紫海金湾空港での中国国際航空宇宙博覧会で、正式にリリースされるのではと、推測が高まっている。現在の FC-31 は、J-35 と呼称され始め、各種の兵装とジェット燃料を機体内に収容するために、胴体部や主翼の形状が変更されているほか、機関部も、ロシア製の RD-93 から、中国国産の WS-19 に改められており、その排出用のノズルにも、ステルス性を持たせているとされる。これは、機関部のノズルの先端が、先頃、インターネット上に確認された画像でも、見た目の形状からギザギザになっていることが確認でき、その意味でも J35 が全評判通りにステルス性能をその部分から追求していることが感じられる。ただし、一般的なカタパルトを装備した航空母艦の艦載用の戦闘機の場合、着艦時に大きな負荷の生じる視脚は陸上用に比して強化されており、また、主翼も、艦内への積載性とエレベータ等での運用上からは、折りたたみ式が必須となっている。しかし、今回、インターネット上で確認された J35 と、おぼしき機体の場合、主翼、部分は折りたたみ形式ではないように見え、その点からは、まだまだ、同機の艦載機バージョンの実用化は、現実的には、先のことのようにも思える。これを運用するための航空母艦としては、2022年6月に、上海で、中国海軍として、3隻目の航空母艦の、福建が進水を果たしているが、注目されたカタパルト、しかも、電磁式という、その装備部分には、覆いがかけられたままだった。福建の収益そのものは、早く、とも2024年頃となると見込まれており、J35 についても、これに合わせて、正式な艦載機バージョンがリリースされるのかもしれないが、現状では、いずれも、実用化が果たせるのかは、まだ不透明ではある。もともとの FC-31 は、アメリカの同盟国や、それに類する国でない場合、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2が調達できないことを見越して、それら第三国に対するステルス戦闘機の需要を見込んで企画された経緯があった。ロシアでは、自国用には SU-57 をステルス戦闘機として生産、実戦配備を進めているが、中国同様に、第三国に向けては、単発のチェックメイトを、輸出用のステルス機として発表しており、現行の J35 との競合も気になる部分ではある。しかし、ロシアは、今年2022年2月に開始した、ウクライナ侵攻によって、国内の様々な工業製品の生産に必要な半導体等の部品の供給は、滞り始めているとも伝えられており、チェックメイトも、また計画通りに生産されるのかには疑問符がつく。その意味では FC-31 もしくは J-35 は、そうしたロシアのチェックメイトが狙っていた市場で存在感を発揮する可能性もあると思えるが、ロシア・ウクライナ戦争という実戦において、各種兵器の有用性が検証される傾向は強まりを見せている。近年では、湾岸戦争やイラク戦争において、ロシア製の兵器に対し、アメリカやイギリスの兵器が一方的に勝利する現実を見せつけたが、イラク軍の装備品は、本国のロシアのものより、グレードが低いという見方も少なからずあった。
しかし、今回のロシア・ウクライナ戦争では、当のロシア軍が、西側諸国の兵器支援を受けた、ウクライナ軍によって、部分的には、敗北を喫するような展開も、一部にはあり、ロシア製の兵器への有用性にも、疑義が投げかけられている。このロシア・ウクライナ戦争では、双方が、共に航空優勢を確保できていないため、大規模な航空戦闘は、今のところは正規していないが、クリミアのロシア軍基地への攻撃が拡大すれば、ウクライナ側が、その地域での航空優勢を掌握するかもしれない。その場合には、ある程度強固な対空兵装が備わっていれば、航空優勢を確保することは、難しいことが再認識され、ことに、陸軍国では、高価な有人のステルス戦闘機等は、費用対効果に見合わない兵器となる可能性も。沖縄県北大東島、大東村で、三次元レーダーの配備との情報をキャッチしました。今回は、この北大東島、大東村での航空自衛隊の配備計画を詳しく見ていきますね。三次元レーダー配備で、太平洋側の強化が理解できます。相変わらずの反対派はプロ市民かな。2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員を含む関係者が、沖縄本島からおよそ 360km ほどの東方に位置する北大東島の大東村を訪問、その地の水道や道路等のインフラに関する現在の状況について確認を行った。これまでに大東村では防衛省の委託をケタ民間事業者が、同月上旬にも、測量調査のために入村しており、さらに、前月7月に航空機から実施した測量調査と合わせて、今後に向けた、精緻な現地の状況把握が進んだ形である。北大東島の、大東村に対して、こうした動きが行われているのは、航空自衛隊が装備する、移動式の警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たに同等に展開するための事前準備であり、南西諸島の防空体制の強化が根幹にある。航空自衛隊では日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置をしており、日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視し、そこからの情報を4カ所の防空司令所に集約して対処している。各々の防空司令所では、収集された情報をもとにして、これも地域ごとに置かれた待機中の戦闘機部隊に対して、スクランブル発進を行うか否かの指示を与え、日夜、日本の領空を24時間間体制で警備する体制を敷いている。しかし、こうした監視体制のようとなるレーダーサイトは、様々なトラブル、最悪敵からの攻撃を受けて、情報収集の任務を完全に果たすことが、不能な状態になることも想定されるため、代替手段を備えておく、必要がある。こうした場合に、第一に、その役割を担い得る存在が、E2C。DI-767 といった固定翼の早期警戒管制機であり、これらの機体は、
十分な稼働が困難となったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事可能である。そして、こうした航空機によるカバーと並行して、地上においても、その代替策となるものは存在しており、それが、車両搭載型の三次元レーダーを持つ部隊であり、車載型ゆえに、陸上を移動可能なレーダー設備ということができよう。この陸上移動型のレーダーサイトは、巨大な筒状の三次元レーダーである JTPS-102A という装置、航空機の飛行データを処理する装置、それら装置に電気を供給する発電機という3要素から成立しているシステムだ。システムの中核である巨大な筒状の三次元レーダーである JTPS-102A は戦闘機等の機種部にも搭載されているフェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分には見た目でわかる可動部分はないが、全周囲の測定機を行える。こうした車両搭載型の三次元レーダーは平時であっても固定式のレーダーサイトが定期的な維持管理のための点検等を行う際に活用されており、今後北大東寺、魔の大東村にはこれを常設で配備しようという計画となっている。無論その最大の理由は、航海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させている中国軍に対する警戒、警備体制の強化にあり、年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力の向上を目的としている。また、今回、その車両搭載型の三次元レーダーの配備先の候補地として、名前が挙げられている北大東寺、魔の大東村だが、これとは別に、小笠原諸島の父島も、これまでに検討対象とされたこともあり、こちらも将来的には配備されるかもしれない。北大東寺までは、こうした航空自衛隊の車両搭載型の三次元レーダーの配備という状況を、政治的には、道村議会による全員一致で可決し受け入れる方針を固めているが、場所が沖縄であるだけに、それらのマスコミからの批判は根強い。沖縄メディアの琉球新報は、2021年12月11日付の社説として、北大東島への車両搭載型の三次元レーダーの配備を例えよって反対しており、沖縄本島はもとより、与那国、島、宮古島、石垣島と沖縄の島々が、次々に要塞化されると煽っている。在日アメリカ軍基地の大半が集中し、それに伴う事件も多く、また、太平洋戦争時には、凄惨な地上戦闘が行われた。沖縄に対しては、同情の念を抱くことはやぶさかではないが、日本を取り巻く安全保障環境は、これまでにないほどに、近年は悪化している。今年2022年の8月の頭には、中国軍が、台湾の周囲の6カ所もの空海域で、大規模な軍事演習を強行し、その中で発射された、中距離弾道弾の5発が、波照間島周辺の日本の排他的経済水域に落下するなど、中国の行動はエスカレートしている。尖閣諸島周辺海域への中国海警局の艦艇の侵入は、もはや常態化しており、尖閣諸島単体で考えた場合には、単に、これを中国が上陸して占拠することの合理性は、極めて低いとは思われるが、台湾とセットならばついでと考える可能性もある。台湾自体が中国外郭を続けているように、本当に武力による侵攻にまで及ぶのかについても、中国軍側の被害を考慮した場合には、未だ得策ではなく、むしろ威嚇を強化することで、台湾の一般人が中国に自主的に屈する思考を抱かせるのが目的なのだろう。このあたりは、ロシアがウクライナ侵攻で実施しようとしているやり方も同様で、東部のドンバス地方を含めかって、2014年に
クリミア半島で行ったように、占領地域において、表向きは、住民投票で、自国への編入を選択したと見せかける手口である。先に挙げた、沖縄の琉球新報の社説のように、沖縄本島のマスコミや、一部の団体は、在日アメリカ軍や自衛隊の基地が、沖縄に存在するから、戦争に巻き込まれるというロジックを多用するが、ロシアや中国の行いを見れば、ざれ言にしか聞こえない。ロシアは、ロシア・ウクライナ戦争を経て、自国に経済制裁を続ける日本に対して、北海道の半分は自分たちのものだと脅しを始めているし、中国は、同様に、沖縄は、勝手自分たちの国に、徴工を行っていた属国だと見さしているのが現実だ。そもそも北大東寺、真の南海上に位置する無人島の沖大東島は、1956年以降にはアメリカ軍の射爆場となっており、同じ大東村に属する同島がその状態であることに、大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化の進む村の現実として受け入れられてきた。そうした現実にもかかわらず、北大東島への航空自衛隊の車両搭載型の三次元レーダーの配備について、その反対を打ち出す勢力からは、沖縄県のすべてにおいて、無防備都市宣言を出すべきであるとの無責任で無意味な声も見受けられる。無防備都市宣言は、正式には、無防備地域宣言と呼ばれるもので、これを宣言した特定の都市や地域に対する攻撃を行うことが、戦時国際法で禁じられていることを利用しようという考えのようだが、現実には機能し得ない。そもそも、無防備地域宣言とは、戦時国際法に定めによっても、当の都市や地域が属する国家が、他の国家との戦争状態にあることが大前提であり、戦時である場合にしか、その効力を発揮する権づけに、法体系自体がなっていない。加えて、赤十字国際委員会コメンタールでは、無防備地域宣言を発行させることが可能な主体は、原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体、つまりこの場合、大東村沖縄県が、それを行うこと自体が無意味であることは明白である。日本政府をはじめ、国家としては、国家そのものが有する自衛権を、一地方自治体が覆すような体系にはなく、無防備地域宣言などという、戦時にのみ、限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻を止める意味などは、なから有してはいない。早速ですが、今回は、海上自衛隊の迎撃体制、SM-3 を詳しく見ていきますね。弾道ミサイル防衛体制でイージス艦から、SM-3 と地上での、PAC-3 での二段構えの迎撃システム。極、超音速ミサイルや巡航ミサイルには対応不可なのです。反撃能力しかないのかな。日本では2020年に導入計画を中止した陸上配備型のイージスアショアの役割の代替を新規に建造を行う2隻のイージスシステム搭載の専用艦艇で行う方向となったが、昨今はこの用途以外にも活用される可能性が浮上している。2022年8月下旬に
日本の大手のマスメディアが報じた内容によれば、このイージスシステム搭載の専用艦艇は、当初のミサイル防衛用の SM6 以外にも、国産の対艦及び対空用途の巡航ミサイルを実装する見込みがあるようだ。ここで言う国産の対艦巡航ミサイルとは、現在開発が続られている、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の艦載バージョンであり、対地攻撃も念頭に置いていることもあり、いわゆる敵地攻撃能力、今は反撃能力の実現につながる。また、対空用途の巡航ミサイルとは、マル3式中距離地対空誘導弾の改良型を指しており、これらを搭載することで、ミサイル防衛、対火、対地攻撃、対空防御の4つの用途の異なる兵装を、1つの艦で対処するという方向が想定される。驚きなのは、こうした兵装の多様さのみならず、これか。羅針期に建造されるイージスシステム搭載の専用艦艇、のサイズ感であり、推定値で基準排水量2万トン、全長210メートル、全幅40メートルとされている点だろう。海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅 21.0 メートルで、ベースとなったアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の中でも最大規模を誇る。この間や型の数値と比較しても、新規に建造されるイージスシステム搭載の専用艦艇のサイズが、いかに巨大であるのかは一目瞭然だが、現代の世界各国の海軍を見渡しても、そのような用途の、ここまでの大型艦は存在していない。この数値の使用から察するに、新規に建造されるイージスシステム搭載の専用艦艇は、移動やその速度には、重点を置いていない。いわば海上の要塞のような艦艇になることが予想されが、今後の続報にも留意していきたい。しかし、2022年9月の現時点では、これらは計画の段階であり、現実の戦力としては存在していないわけで、現状の日本のミサイル防衛は、実のマヤ型2隻を含み、混合型4隻、アタゴ型2隻の計8隻。のイージス護衛艦が担っている。これら、海上自衛隊のイージス護衛艦が搭載している、ミサイル防衛用の撃ミサイルがアメリカ製の SM3 であり、正式な名称はリム161スタンダードミサイル3と呼称される短距離、及び中距離弾道弾に対する艦艇搭載型のものである。SM3 は、前モデルの SM2、リム156スタンダードミサイル、ブロック IV をベースに開発された兵器であり、まず、1999年に、アメリカで、初のミーテストが行われ、2002年には、模擬標的に、実際に命中させることに成功した。その後、細かな改良が施された、SM3 は、ブロックイヤと呼ばれるバージョンへと至り、2006年に、ミーテストに成功、短距離弾道ミサイル、及び一部の中距離弾道ミサイルの撃能力を有した兵器として、アメリカで広範囲に配備が進められる。そのため、SM3 のブロックイヤは、一部の中距離弾道ミサイルや長距離の大陸間弾道ミサイルの迎撃破不可能なことは織り込み済みであり、日本の海上自衛隊のイージス護衛艦である混合型4隻にもこのミサイルの運用能力が付与された。すべての中距離弾道ミサイルと一部の大陸間弾道ミサイルへの対処能力を備えたものは SM3 の次のバージョンのブロック IB からであり、アメリカ海軍は、同ミサイルの配備を2009年より開始し、で、ミサイル防衛の範囲を拡大させた。
続いて、SM3 のブロック 2A では、従来 13.5 インチあったブースター部の直径を21インチにまで拡大、搭載される燃料自体が増量されたことで、速度の向上と弾頭の大型化が図られ、一部の大陸間弾道ミサイルへの対処が可能となった。日本は、この SM3 のブロック 2A から、アメリカとの共同発に参画しており、これらの開発に要する初期費用のおよそ30%から40%ほどを拠出し、同ミサイルは2020年に大陸間弾道ミサイルに見立てた標的の迎撃に無事に成功している。この時、アメリカ海軍では、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の63番艦である、ジョンフィンに、SM3 のブロック 2A を搭載し、ハワイの北東海上に配置、マーシャル諸島から打ち上げられた大陸間弾道ミサイルを模した標的を撃ち落とした。さらに、SM3 は、これまでの成功を受けて、ブロック 2B の開発が行われたが、この開発において、アメリカ側は、日本の参加を前提としていたものの、日本側では、ブロック 2A の開発スケジュールの遅延や、費用の増大に、慎重論も存在した。しかし、日本側も、最終的に、2008年には、SM3 のブロック B の、開発に参加することを決定したが、これを実装、搭載し、ている艦艇は今のところなく、最新型のイージス護衛艦であるマヤ型も、ブロック 2A を装備する状態で止まっている。ちなみに、2020年に導入が断念された陸上配備型のイージス・ショアでも、計画が当初描いた通りに進められれば、この SM3 のブロック 2A が搭載される予定だったこともあり、日本のミサイル防衛の中核をなす存在の兵器だと言えよう。これらは、いずれは、SM3 のブロック 2B に対応する改修が施される可能性もあると考えられるが、冒頭で述べたように新造されるイージスシステム搭載の専用艦艇は、ミサイル防衛用には、SM6 を搭載することが予定される状況である。SM6 は、弾道ミサイルの迎撃用途に富まず、固定翼、機、回転翼、機、無人機等の航空機の迎撃の能力、そして、敵の対艦巡航ミサイルの迎撃能力、および、艦対艦ミサイル。としても運用可能な長射程の艦艇搭載型の兵装として開発された。イージス艦の場合に、SM6 は、その VLS、垂直発射艦から運用され、イージスシステムとしては、ベースライン5以上を搭載する艦艇で使用可能となっており、今後は、日本で、浜屋型護衛艦への実装も検討される見込みである。SM3 に話を戻せば、この、迎撃ミサイルは、弾頭部に索薬等を詰めて、その炸裂によって、敵のミサイルを破壊する形式ではなく、純粋に、弾頭部を敵ミサイルに衝突させ、自身の弾頭部の重量による、物理的な威力で、敵ミサイルを撃破するものとなっている。アメリカの国防総省は、これまでに実施を積み重ねてきた、SA-3 のテスト結果をもとにして、同ミサイルの命中精度は、84% に達すると評しているが、弾頭部の重量による物理的な威力で破壊する、その形式には、1日からは、疑義の声も上がっている。これまでに、ニューヨークタイムズでは、対象が核弾頭を搭載したミサイルの場合、SM3 は、その本体分を破壊することは出ても、肝心の核弾頭については、十分に無効化することが困難だと、指摘する記事を2010年に掲載したこともあった。こうした指摘を受けたアメリカのミサイル防衛局側では、一部、そうした記事の内容にも事実が含まれるとはしつつも、
これまでのテストで、19回中16回の弾道ミサイルの弾頭の無効化に成功したとする反論を行っている。アメリカ空軍が開発を目指す NGAD 計画が進行中、AESA レーダーを廃止との情報をキャッチしました。今回は、この時期、F-22 戦闘機 NGAD を詳しく見ていきますね。元 F-15 パイロットが F-22 戦闘機に乗って、それは、性能の違いに驚きを隠せないと言っていたのを思い出します。アメリカ空軍が2022年現在組織として構築している保有戦闘機の体系は、いわゆる第5世代戦闘機の先駆けである F-22 ラプターを頂点としたピラミッド型であり、 F-35 ライトニング2や他の第4世代機が補完している。2014年からアメリカ空軍では、この頂点に君臨している F-22 ラプターを代替する次期戦闘機開発を開始しており、その計画は NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスと呼称され、今も厚いベールに覆われている。それは総合的に未だ世界最大の軍事力を保有するアメリカにとって、その時代を担わせる次期戦闘機の概要を容易に漏らさぬようにと細心の注意を払っていることが大きな一因と思われるが、それゆえに注目度も高い。さらに、現在のいわゆる第5世代戦闘機である F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と同様に、アメリカ空軍が採用する NGAD は、そのコンセプト自体が、これまでの戦闘機の枠にとらわれない可能性が高いことも、世界が注視する点であろう。しかし、そんなアメリカ空軍の NGAD とはいえど、その予算の獲得には、自国の議会での承認が必須であるため、そうした政治的な手続きを踏む上では、断片まとながら、それらの仕様を明かす必要があり、漏れ聞こえてくる内容もある。最近では、アメリカの軍事専門誌であるエアフォースマガジンにおいては、NGAD は、現在の F-22 ラプターよりも、機体そのも、が大型化しつつ、より広範囲なレーダー並みの帯域に対応した、ステルス性能を持つと述べられている。アメリカ空軍の NGAD とは、有人戦闘機単体を指し示すのではなく、これに随伴する複数の無人航空機らとのチーミングで成立する、兵器システムと位置づけられており、無人航空機さえも、複数の種類の機体が想定されている。すでに、2022年現在の今においても、陸海空の様々な分野で、通信技術とネットワーク化によって、兵器システムが構築されつつあることを反映し、NGAD でも、そうした有人機を核とした、新しい概念と体系の構築が、さらに進められるのだと考えられる。今回のエアフォースマガジンの指摘の中で、特に興味深い点は、NGAD は、その中核となる有人戦闘機には、現在の主流である、AESA レーダーをも装備しない可能性があると言及していることが挙げられ、その任は無人機が担うと予測している。AESA レーダーは
フェーズドアレータイプのアンテナを備えたもので、戦闘機のみならず、イージス艦等の艦艇の根幹をなすレーダーだが、これが、NGAD では、有人戦闘機本体には搭載されないかもしれないと、指摘しているのだ。エアフォースマガジンは、NGAD の有人戦闘が備えるレーダーとしては、IRST、赤外線捜索追尾システムだけに絞られる可能性について述べており、AESA レーダーについては、無人航空機から送られる情報で対処するとの見方を示している。また、これに続けて、NGAD の機関部には、アダプティブエンジンが採用されると予測しており、これは、2016年に開始された AETP、アダプティブエンジン移行プログラムの結果を反映したものとなるとの予想を述べている。この AETP、アダプティブエンジン移行プログラムで開発される機関部は、従来のものよりも 25% の燃費の改善、10% の出力の向上、そして発生する熱をいかに抑えて、冷却を行うのかがポイントと考えられている。現在の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2においても、ステルス性能を高める必要性から、機体そのものの形状も、それに適した設計がなされているが、これは、機関部の冷却という観点から見れば、それを困難にしている要因でもある。また、前述したように、近年の兵器システムは、友軍の他の戦力との相互の情報共有によって、広い範囲で、戦場の認識力を高め、機能的に行動させることが前提となっており、戦闘機も、このために搭載するアビオニクス類が、著しく増加している。これらのアビオニクス類を稼働させるには、当然のことながら、大電流が必要となり、これは、機関部からの電力の確保という問題に加えて、それ自体が熱を帯びるため、その冷却も同時も行わなければならないというに、一背反的な課題をはらんでいる。さらに、将来的には、戦闘機には、現行の各種ミサイルや機関砲といった物理的な兵装に止まらず、レーザー兵器等のエネルギーを用いた兵装の実装も予定されているため、そこで生じる熱処理の重要性は、ますます高まる傾向にあると言えるだろう。こうした流れから、NGAD においては、優れたアダプティブエンジンの採用が、必須の状況とみて間違いないが、2022年9月の段階では、現行の F-35 ライトニング 2A 型の機関部に、これを採用するか否かについても、議論が生じている。一部には、AETP、アダプティブエンジン移行プログラムで開発されるアダプティブエンジンを F-35 ライトニング2A 型に簡素輸入する案も出されているが、現在のアメリカ空軍のケンドール長官は、この方針には懐疑的なように見える。ケンドール長官は、仮に F-35 ライトニング2A 型に新型のアダプティブエンジンを搭載するとなった場合、現行のアメリカ空軍の予算の範囲内で、これを実行するならば、同期の調達機数自体が削減されかねないと危惧しているようだ。いずれにせよ、こうした問題を最終的に決定するのは、アメリカ議会であるため、今後、アメリカ空軍から提出される最終の報告書等において、どのように、議会の説得に向けた材料が提示されるのかに注視しておく。必要があるだろう。さて、アメリカ空軍の NGAD に話を戻せば、2022年6月の時点で、その方向性について、同軍のブラウン参謀総長も、この NGAD について、現行の F-22 ラプターよりも、航続距離が長く、かつウェポンウェイに収容可能な兵装の量も多いと述べている。そのため、アメリカの軍事メディアで、NGAD は、全翼形状を備えており、その大きな機体により、
多くの燃料と兵装を搭載することが可能となると予測され、アメリカ空軍自身も2022年4月に出した報告書で、そのイメージを伝えている。さらに、アメリカ空軍のケリー航空軍団司令官は、NGAD には2つの種類が存在する可能性を示唆しており、これは太平洋地域で対中国との対峙を、ヨーロッパ地域で対ロシアとの対峙を念頭に置いた上でのコメントだと解釈されている。つまり、アメリカ空軍の NGAD は、太平洋地域に向けては空中給油機に依存しなくとも、良い航続距離を確保した形式であり、逆に、ヨーロッパ地域では、航続距離は、そこまで重点を置かない2機種が存在することを示唆したものと言ってよいだろう。こうした断片的な情報ながら、アメリカ空軍の NGAD のコンセプトについての輪郭は、徐々に見えつつあるように感じられるが、これを、どの航空機メーカーが手掛けるのかといった根本の疑問については、未だ有力な情報は聞こえてこない。ただし、個人的には、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で、いわゆる第5世代戦闘機の需要をほぼ独占した、ロッキード・マーチン社が、やはり最有力にあり、ボーイング社等が、どこまで、巻き返しの余地があるのかが気になる部分ではある。日本の F2 戦闘機の代替を図る次期戦闘機開発においては、当初の大枠の予想を覆しロッキード・マーチン社ではなく、イギリスの BAE システムズ社との共同開発路線が鮮明となっているが、それも並行して注目していきたい。